皆さんこんにちは。小さな庭のある暮らしです。今回はね、がっつり DIY の動画となるんですが、前回の動画でね、ちょっと出てきたんですが、こちらね、やらかしてしまいましたね。プランターと芝生の間が狭かったんですね。日も当たらず蒸れてすっかり枯れてしまいました。なのでね、今回はこちらの端材、見ていただいた方いますでしょうかね。以前ね、すのこからフェンスを作る動画を上げたんですが、その時の端材ですね、これを使って今回は、8台プランター台を作っていこうかなと思っています。はい、採寸した後はね、こちらですね。はい、こちらホームセンターで買ってきた、ノコギリガイドというものになります。ね、この後このね、ノコギリガイドを使って材を切断していこうかなと思います。はい、このノコギリガイドですが、このようにね、ちょっとした小物を DIY で作るときに、90度や45度をね、正確に切るのって結構難しいんですよね。ですがね、このノコギリガイドを使うと本当に綺麗にね、90度や45度で切断できるので DIY の強い味方になりますね。はい、そして組み立てなんですが、僕はね、こういった小物を組み立てるときは必ず木工用ボンドで先に仮止めをしていきます。いきなりね、釘やネジで止めていくと意外に誤差が出てね、まっすぐ立たなかったりするんですよね。なので、まずは木工用ボンドで形を作った上で、ボンドが乾ききらないうちに微調整をしてバランスをとっていきます。その後乾いたところで釘を打ったりネジを止めたりして仕上げていきます。はい、乾かしているうちにね、補強材として四隅に当てる、添え木をカットしていきます。こちらはね、ノコギリガイド斜めにノコギリを入れることによってきっちりと45度で切断することができます。
はい、今回ドリルのビットですが 2.5 ミリの太さを使っています。そしてネジですが、太さが 3.3 ミリ、長さが25ミリのネジを使っています。はい、やはりマンションのね、ベランダでの DIY は音が気になりますよね。なので今回はね、電動ドライバーのビットにドリルを使って穴を開けていきます。 2.5 ミリぐらいの太さであればこの電動ドライバーで十分穴を開けることができます。そして、ビットをドライバーに変えネジを止めていきます。日にち変わって翌日ですが、本日はね、昨日作った8台に、こちらですね、はい、木材保護塗料を塗っていきます。Time goes by. It's just a measurement refined to help us decide what mattered most inside. But you are different. You're always in my head.I thought time grows distant.
be closer as time goes and starts again. Breathe in slow. We don't always have to know.